まあ、私なんかトレーニングが好きで好きで、はい、まあ、今趣味でボディービルをやってたりとかするところもあるので、うん、どうしてもこう自分のやりたいトレーニングだけこうやりたくなっちゃうところも、うん、あったりするんですけども、やはり、ね、石立さんの場合は10回10セット、はい、いや逆に私も聞いていいですか、はい、私 それこそ今まではパフォーマンスのためにトレーニングをしっかり組んでたんで、はいはい、今こう、まあ、指導者になって、はい、自分の別にパフォーマンスはいいじゃないですか、はい、まあ、まあ置いといて、そうですね、でも逆にこう綺麗になりたいとか、その今まで、ね、アスリートとしての体があるから、はい、まあ、一般女性にはなるけど、でもそのブヨブヨみたいな、はい、なんかちょっとこう全然筋肉ないみたいなのは嫌で、はいはい、でもなんかこうパッて考えた時に、あれ私今どういうトレーニングしたらそうどうしたらいいの、ずっと筋肥大、筋力アップって何みたいな、筋力アップ別にする必要ないな、でも筋肥大もする必要ないなみたいな、なんかその美ボディ作るみたいなトレーニングに興味があるんですけど、はいはいはい、どうしたらいいですか。どう思って一般の方に指導されてるんですか。まあまあ、私たちがこうパーソナルトレーニングで指導をさせていただくお客様って、どっちかというとこう運動経験が全くない方が多くなってくるので、まあその怪我をしないとか正しいフォームでっていうところは もちろん絶対なんですけども、あとはもう何よりもトレーニングを好きになっていただくっていうところも非常に重視しています。まあ、なのでそれこそ、まあ、石立さんの場合は割とトレーニングお好きなので、うん、そこはもうクリアされてると思うんですけども、まあ、あとはその競技をやっていく中で、うん、筋力のバランスが競技に特化したものに、うんうんうん、どうしてもなっていって、しまうので、例えば、石立選手の場合はこう足を怪我されてることもあって、うんうん、こうひょっとしたらこう股関節周り、うんうん、お尻の筋肉とか、はい、ももの裏側の筋肉とか、はいはい、その辺の筋力がひょっとしたらこう前ももの筋肉とか、うん、上半身の筋肉とか、うん、その辺に比べて 弱い、相対的に弱い。もちろんトップアスリートなんで、うんうん、普通の方よりはるかに強いと思うんですけども、その石立選手の中で相対的に弱くなっている可能性があったりするので、まあ、お尻とか太ももの裏側、はいはい、ハムスリングですね、その辺を中心に鍛えていただくのがいいのかなと思うんですけども、はい、頑張ります。あとはそうですね、どうしてもハンドボールされてると、肩の故障とか肘の故障とかも、うん、結構多いかなと思うんですけども、うん、まあ筋肉の名前出しちゃうと僧帽筋とか菱形筋っていうんですけども、はい、こう肩甲骨の間の筋肉とか、うん、こう腕を引く時に、使うような筋肉、うん、それこそ背中の広背筋とかですね、その辺を、しっかり鍛えていただくと、うん、バランスよくこう女性らしいラインの体が後ろですよね。ないかなと思います。後ろですね。わかりました。ただ、石立選手の場合、多分ね、軽くやろっかなぐらいでも、普通の方のガチトレーニングぐらいの結構になっちゃうと思う。やり始めると、なんか次の週は、あ、この間これぐらいやったから5キロアップしようかなみたいになっちゃうんですよ、もう。ね、もうダメ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 と思って、そうじゃない、そうじゃないと思いながら止めてるんです、今。まあ、でもその前よりもこうちょっとでも重たい重量でとか1回でも多くっていうのはまあ割と大事なことなんですね。難しいな、難しいな。そう、難しい。もう今の方が難しいです、本当に。普通の、まあ趣味で運動されてるぐらいの方のこうボディメイクだったらもうやっぱり筋力も筋肉量も
負荷を上げていかないとなかなか伸びていかないので、前回よりもこうチャンスがあればもう1回でも多く1キロでも重くしてやりましょうっていうふうにお伝えをするんですけども、本当に石立さんレベルの方がそれをやってしまうと本当にムキムキになってしまいそうで、ムキムキなんですよ。もうムキムキをね頑張りたいんですそうですね、まあ、これもね筋トレしてる人の間でよく言われるんですけど、そんなに簡単にムキムキになんないよって確かによくねツイッターとかでそういうことを言って盛り上がってる人たちもいるんですけどもトップアスリートっていう我々の常識が通じない方たちなんでいやいや、あ、でもほらアスリートの時はなかなかつかないなと思ったんですけど、はい、いざ一般の女子ってなるとめっちゃついてるってなってるだけなんですよ。そうなりますよ。ふっと落ち着いて周りを見てみるとそうそうびっくりするっていう特にこう石立選手の場合は海外で体の大きい外国の選手を相手に戦ってこられたんで、やっぱり逆にこう海外の選手に入ると華奢な方だと思うんですよ。かなりですね。もっとこうパワーつけてこう体を大きくしないと戦えないなと思いながらずっとプレーをされてきた中で、競技を引退されて普通のこう女性の中に混じってみるとかなりムキムキですよ。かなりムキムキなんです。きっと困ってるアスリート女子がいると思うからちょっと眉ザップをしようかなと思って開こうと思って。あ、そうです。眉今自分の体で実験中です。はい、オンラインサロンもねだいぶ精力的に活動をそうですね、今なかなかできなかったんですけど、はい、今シーズンまたちょっと再開できたらしようかなと。あ、なるほどですね、うん、オンラインサロンではこうどういう感じのこうプログラムというかトレーニングメニューを、勝手にハンドビクスっていう、はいはいはい、名前をつけたんですけど、はい、ハンドボールでの練習とかハンドボールの動きの中でこう大体出てくるような動きとか、私がトレーニングでやってる内容を音楽に合わせてやる。あ、音楽でとノリノリになりながらやるみたいな感じのことをしてます。ボクサーサイズのハンドボール版。あ、そうです。本当そう、そんな感じです。でもそういうのは本当にまあ、シェイプアップのプログラムとしても、うん、まあ、もちろん優秀ですし、うん、まあ、やっぱりその他の、まあ、一般の方と比べたらはるかにこういい体をしてアスリートの方が、ね、やってるようなこうトレーニング、動きを取り入れて、運動していくわけですから、こうシェイプアップ効果ももちろんあると思いますし、あとはそういうハンドボールの、動きを取り入れてこうやっていただくことで、まあ、競技を知ってもらうきっかけになります、ね、逆にハンドボール界隈以外の方が多分寄りつきにくいかもしれないんですけど、簡単なことばっかりしてるんでぜひ来てください。売り込む。ぜひぜひ石立選手のオンラインサロンの、URL も概要欄に貼っておきます。楽しくキャッキャやってます。アクセスよろしくお願いします。お願いします。ということで、まあ、一通りですね、こうウェイトトレーニングについて、うん、まあ、今までお話を伺ってきたんですけども、うん、まあ、当然こうウェイトトレーニングは、まあ、これだけお話ししてもらいましたけども、うん、これでもやっぱり補強ですよね、うんうん、メインはやっぱりハンドボールの技術練習にあると思うんですけども、はいはい、その辺のこう技術練習とトレーニングのバランス、うん、うん、をこういかに取っていくかっていうところは、こう何か工夫をされていたところとかありますか？バランス結構難しいですよね。私もこれは本当にいろんな論争があると思うんですけど、はい、私は自分で、そのウェイトのトレーニングでこうやったその筋肉とかを、そのハンドボールの動きとこうつなげる、ここが結構大事だと思っているので、ハンドボール、あ、ウェイトのトレーニングのさっき言ったみたいにビッグ3とハイクリーン のプラス6種目って言ったじゃないですか、はい、その中にハンドボール的な要素を入れるトレーニングを、まあ、2、3種目入れています。はい、うん、例えばどんなトレーニングがあるかご説明いただけるの。例えば皆さんサイドランジとかすると思うんですけど、サイドランジの動きってちょっと
ハンドボールのフェイントの動作、1対1のフェイントの動作に似てるんですけど、はい、それをあの大体はまあそのダンベル持ってとか、はい、そのシャフト担いでだと思うんですけど、例えばメディシンを持ってサイドランジしながら振るとか、はいはいはい、あのこう頭の上に持ってやるとか、はい、なんかそういう感じでちょっとこうアレンジしながら、はい、完全なサイドランジじゃなくてちょっとだけこうフェイントっぽく、うん、この逆に上半身をちょっと崩しながらやるとか、うん、そんな風な、ちょっと不安定な要素を入れてあげて、ね、こう、うん、予測不能な動きにも対応できるように刺激を入れていくっていう、そうですね、うん、それを結構最たるものがウォーターバックのトレーニングが私は結構好きで、はい、なるほど、あのウォーターバックを持ちながらサイドステップとかしてみたりとか、はい、なんかああい こう不安定なものをこうちょっとジャークっぽくこう、はい、バンって上げてみたいな、なんかそんな感じのトレーニングとかしたりします。なるほどです、はい、結構こうウォーターバックとかでこう重心がぶれてくると、うん、こう負荷自体は大したことなくても、うん、こう入ってくる刺激ってかなり大きくなってきますよね。はいはい、かなりあの本当にダンベルとかとはまた違う刺激がすごく入ってくるので、うん、この体幹周りとか本当小さい筋肉だと思うんですけど、はい、小さい筋肉のへの刺激が入り方全く違うので試してみてください。はい、我々ボディービルダーが一番苦手なところさあ、お前でもなんか軽くやりそうですけどね、でもグラってなるのかな。なると思います。逆にあの我々みたいにこう筋肉をつけていきたい、見た目が全てやってるものからしたら、こうとにかく体を安定させたい、あ、安定した姿勢で、はい、こう同じ軌道でとにかくトレーニングをしたい、もうブレない、そう鍛えたい筋肉のこうこの筋肉のこの部分にこう刺激を与えたいっていう風にやるんで、やっぱりこう安定させたいっていう形でやっていくんで、だから逆にそういう、こうボディービルのコーチなんかでもこうその筋肉をつけるためだけのトレーニングに一辺倒になると、そういうこう本来持ってなきゃいけないそういうバランス能力とかそういう身体感覚がどんどん失われていくので、たまにはそういうトレーニングをやってこう身体能力底上げをしていくっていうのも、あの遠回りに見えて実は大事なんだよっていうふうにこう言ってる、こうボディービルのコーチもいたりするんで、まあそういう意味では、こう体作りこう見た目を変える目的でも実は効果的な部分もあったりするんで、あのジムとかにねこうウォーターバッグとか、メディシンボールとかある場合にですね、ぜひやってみていただければなと思います。はい、で、最後にですね、まあ、トレーニングとこう技術練習と、うん、まあ、かなりの運動量になると思うんで、こうその疲労のケアとか、うん、あとはその練習トレーニングで怪我をしないためのこう予防っていうのは非常に大事になってくると思うんですけれども、うん、その辺でこう気をつけてらっしゃることってありますか？私本当に自分のセルフケアが苦手で、はい、本当もう怪我ばっかりの競技人生だったんですけど、トレーナーさん、あるトレーナーさんに言われたのが、2時間ぶっ通しで動いて、例えばまあウェイトでもそうですけど1時間半とか2時間されると思うんですけど、それぐらいこう足をいじめ抜いたのにストレッチ5分ってどういうことって言われて、2時間かけたんだったら2時間ケアしないとダメでしょって言われて、なんかそれですごいハッとする部分があって、でそれだけこう使ったんだったらちゃんとお手入れをするっていうのは当たり前っていうことを言われてから、なるべくケアするようにして、あの本当テレビ見ながらとか、あの本当夜のちょっとした時間にそのグリッド、あ、はい、あの筒のやつに乗ったりとかボールに乗ったりとかでこうグリグリしながら、ぼーっとしながらなんですけど、そうストレッチしながらやる、日常生活の中にストレッチとかそういうケアの時間をこう同時進行にできるところでやるっていう感じにしました。あとは本当
やっぱ筋肉をどうしても破壊するようなことばっかりやってるので、筋肉の補修のために本当もう練習終わったらすぐBレジェンドのプロテイン飲むってしてました。ありがとうございます。、はい、まあ、あの今ねちょっとこうBレジェンドのお話を出していただきましたけども、またね、あのこの栄養の話については別の動画であのお話しいただきますので。そうでした。いや、ありがとうございます。はい、でまあ、こうトレーナーさんからね、こう使ったのと同じだけケアに時間を割かないといけないよって言われたっていうのを、まあ私も非常に耳が痛い。そうですよね。鍛えるのは好きだけどケアはみんな嫌いなんですよね。なかなかそうですね。ね、でちょっとあんまり取り返しのつかない怪我をしてしまって初めてそのケアの重要性に気づくという。本当に本当に、はい、私も先日首のヘルニアが発覚しました。それしびれとか出ますよね。あのしびれる時はやっぱり出たりするんですけど、まあね、これをご覧になっている皆さんはそういう取り返しのつかない怪我をする前にですね、あのしっかりケアに時間を使っていただければと思うんですけれども、まあ、ただ我々はトップアスリートではないんで、本当に1時間も2時間もねケアに時間を使うっていうのは現実的には難しいと思うんですけれども、まあ、でも石立選手がおっしゃってたように、はい、あの隙間時間とか、はいはい、まあ、ながら時間で、うん、こう例えばホームローラーに乗りながらテレビを見るとか、うん、お風呂上がりにストレッチしながらこう YouTube 見るとか、うんうん、ちょっとでもこう何かしながら、少しでもできることをちょっとずつでもやっていくっていうのは非常に大事なことですね。ケア、はいはい、としてはまあストレッチとかこうホームローラーみたいなもので、はい、こう筋膜リリースとかそういうことが中心になってくるんですかね。そうですね。あとは何て言うんでしたっけ、こうマッサージガー、そうそう、マッサージガー、マッサージガーを使ってみたりとか、はい、あと私コンプレフレフロスがすごい好きで、はい、私も使ってます。あ、本当ですか、はい、コンプレフレフロスいいですよね、はい、全部こうパーッと弾けていく感じするじゃないですか。多分皆さん使ったことないから分かんない、この会話。分かってほしい。説明が難しいんですけども、まあ、ゴムのバンドを筋肉にぐるぐる巻きにするんですよ。そう、でそうすると、まあ、仕組みは私もあまりよく分かってないんですけども、すごい筋肉の動きとか関節の動きとか良くなるんですよね、はいはい、ただ一人でやるとものすごい時間がかかるって面倒くさいんですけど、ちょっと面倒くさいですけど、でもなんかやってる時はあ、もう勘弁してってなるんですけど、はい、こうそれを取る瞬間がもう最高なんですよ。そうです、ね、解放感、解放感も最高なんです。一気にこう血液が戻っていく感じが。そうそう。なんかダメなもの全部流れたみたいな感じが、はい、そうですよね。はい、うん、それぐらいかな、うん、こうまあ今はもう現役を引退されたんで、はい、こうまあマッサージとか、うん、針とか、うん、そういうものに行かれる機会っていうのはやっぱり減ってでくるんですね。なかなか今行けてないですね、うん、私針すごい好きだったん で、 んで、ね、結構コンディショニングは針でしてもらってたんですけど、はい、そうですね、うん、はい、あとは美味しいご飯とたくさん睡眠、あ、大丈夫です。大丈夫です。やっぱり、まあ、また栄養のところでね、うん、お話しいただくかと思いますけども、回復のためにはね、やっぱりケアとかも大事ですけども、しっかり栄養をとって、こう睡眠をとって休むっていうことが、まあ、何よりも大事ですよね。はい。特にね、石立さんはかなり睡眠には気を使われているということで、うん、はい、東京大会の時にもね、だいぶこう睡眠に工夫をされていたので、かなりそうです。こう、ぜひその工夫についてもお話しいただければと思いますけども。はい、え、今？はい。そうです、私は枕、マイ枕とマイ掛け布団を持って村に行きました、はい、宿泊施設に行きました。まあ、枕が変わるとよく寝れなくなっちゃうっていう方はね、うん、結構よく聞くんですけども、布団までっていうところは、布団までなんですけども、布団も結構大事じゃないですか。なんかこの辺にこう安心感がもう全然違うんで、まあ体は全体に乗っかってくるんで、その感触が変わると、はい、まあ、だいぶ感覚も違ってくるんで、
やっぱりその辺こうしっかりこだわって、はい、まあ、リカバリーにもこう十分こう気を使ってされていたということで、まあ、トレーニングするだけじゃなくてしっかりトレ、回復リカバリーの方も気を使ってくださいねということで、はい、いや本当睡眠めちゃくちゃ大事なんで、だって人生の3分の1は睡眠の時間なんで、はい、本当睡眠の質が変わるだけで人生が変わると思ってます、うん、はい、ありがとうございます特にこれは、まあ、大人の方ももちろんですけども、中学生とか高校生みたいな学生のアスリートにしっかり聞いていただきたいんですけども、うん、やっぱりあの遊びたい盛りなんでこうどうしても夜更かししてしまいがち、まあ、私もそうだったんですけど、うん、私もそうなんですけど、ね、動けちゃうんですよ ね、 そうですね、夜更かししてるの若いとね若いと動けちゃうし、それでも一応パフォーマンスはどんどん上がってくるんですけど、うん、まあ、成長期なんで、うん、ただやっぱりそれでもしっかり睡眠をとってこう過ごす、まあ、中高6年間と、うん、ろくに寝ずに過ごした6年間の違い、うん、かなり大きく出てくると思います、はい、あの特にその体がしっかり出来上がったこう大人になってからよりも、うん、その体をしっかり作り上げていく期間である、はい、学生の期間の睡眠というのは非常に大事ですので、まあ、あの本当にあの学生のアスリートの方はですね、あの本当に睡眠にも気をつけていただいて、パフォーマンス最大限に高めていただければなと思います。はい、はい、ありがとうございます、はい、今回はですね、石立真由子選手をお招きしまして、ウェイトトレーニング、ハンドボールとウェイトトレーニングという話題についてお話をしていただきました、他にもですね、こう聞きたいお話があればコメント欄に、コメントよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。